え今回はですね、YouTube をされている方に、ちょっとね、ヒントですね。サムネイル、動画サムネイルの作り方をやっていこうかと思います。使う写真はこれです。えっと、出てこないですね。これ。えー、これ誰ですかね。アイドル歌手ですね。アイドル歌手で検索したらこの画像が出たんですけども、これが誰なのか、私はわかりません。わからないということはすでにね、もうそれなりの年齢が来てるってことなんだろうなと思います。これをですね、ペイントソフトで今みたいに開くんですよね。 ペイントソフトもう一回行きましょうか。この画像を右クリックして、編集というものをやればね、ペイントソフトが立ち上がりますので、このようにやっていきます。で、ここにね、ちっちゃい、えー、点があって、矢印がありますんで、ここをね、ぐーっとドラッグすると、16対9のサムネイルの、あのー、なんですかね、YouTube のほら、サムネイルのね、大きさになりますよね。まあ、これ適当です。目分量です。で、ここに、例えばね、アイドル歌手の枕営業を、 リストとか書くとどうですかね <laughs> まあ、これでサムネイル完成だと思いますよ。はい。じゃあ閉じますね。上書き保存します。ちょっとね、例としてあんまりね、私の発想でこんなものしか出てこないのでちょっと恥ずかしいんですけども、これがだからサムネイルになりますね。もう一回開きましょうか。ほら。YouTube の動画タイトルのとこにこういう風うにやったらどうですかねわかりやすいでしょで、もっと行くと、もっと際どくやろうと思ったら、ここにですね、 こう目線を入れちゃうとかするとさらに怪しいですよねえっ、ー、とこうかこういうふうにしましたそうするとサムネイルはこんな感じですねなんかねゴシップみたいですねまあこういうふうに 作るのが一番簡単だと思います。あの、Windows のペイントソフトを使うっていうのがね。その他もう一個の作り方としては、私あの、iPad ですか ?iPad のポップキットっていうのをね、何回も紹介してるんですけども、そちらも使いやすいですよ。まあ、iPad なって、なくちゃいけないんで、持ってない方はね、ちょっとあれ、できないかもしれませんので、今回はペイントソフトというね、誰でもできる方でやってみましたけどもね。はい、えー、私のサムネイルって非常に簡単に作られてますけども、 なんかね嫌ですねこんなサムネイルがあったらねすいません <laughs> 変な例ではい以上でございます